皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日は2023年12月の6日朝の6時39分なんですけども、昨日の、報道ステーションじゃないワールドビジネスサテライトについてなんですけども、報道関係各位と、あとこれは証言であり、まあ、裁判所や、国会議員の方たちに聞いていただきたいんですけども、昨日ワールドビジネスサテライトを見ていて、まあ、今結婚希望愛ではちゃんと佳子さまということで新幹線のチケット運動の話も、しっかりとしています。で、12月28日に皇居へ行くと。で、まあ、テレビを見ていてね、やっぱり人間なのであれこれ考えたりします。一時期大山莉子は好きだった時もありました。で、その以前2019年かな、それぐらいの頃、2020年かな、それぐらいの頃、まあ、私の自宅の横でね、大江真理子が全然違う顔で、子供連れて歩いていて、僕は大江真理子かってこう聞いた時に、ほーら自分のことは言わないでしょって言って歩いて通り過ぎていったんですけども、そのことを昨日のワールドビジネスサテライトを見ていて思い出して、で、なぜあんな対応だったんだろうだとか、まあ、本当にやっぱり大江真理子も本当は結婚してないんじゃないかとか、まあ、そういうことをね、考えた時に、大江真理子は、私の方から会いに行きますって言ってるんですよ。でその隣で滝田さんが、あれのことを言い始めるでしょうねっていうことを言ってるんですね、僕の方の映像では。でその後ちょっとテレビ、早送りにして、でフェイクニュース あのガザ地区、だいぶ前の、話ですね。で、まあ、テレビの映像見てたら分かります。だいぶ前 あの飛行機が到着した時の映像だとか、そういったものを使用しますんで、見たら分かります。でそのシーンのところで再生をした時に、大江真理子が、僕はその前に頭の中で考えたのがね、その会いに行きますって言ってるけども、皇居で会うっていうことなのかなと。そう考えたんですよ。そしたら、その再生を押した時に、大江真理子の第一声の、しっかり口が動いていて、音声でも聞こえてるんですけども、皇居で会いますって言ってたんですよ。そう言ってるように聞こえたんですね。で、もう一度チェックで、巻き戻しをして、で、再生すると、普通に、報道内容に合わせた内容を読み上げてるんですね。ガザ地区の戦闘がどうこうっていうこと。さっきのその皇居で会いますって言ってた文章なんか何も言ってない。っていうことは、そもそも大江真理子が、私から会いに行きますって言った内容が、生成 AI なのか、それとも、その滝田さんもね、あれのことを言い始めるって言ってたのが、そもそも生成 AI によって、放送されている可能性があると。だから阪神タイガースとオリックスの今年の日本一をかけての、試合ですけども、日本シリーズ、まあリプレイ検証でね、まあ、阪神のランナーの選手がセカンドへ行った時に、まあ、ベースカバーに入ろうとしていたセカンドの、オリックスバファローズの選手が、まあ、キャッチしてから追いタッチをしてるんですね。こう、肩を稼働させながら。で、解説席の人は伊藤井さんで、阪神にもいましたし、オリックスバファローズにもいた人なんですよ。で、ヘルメットが動いたって言ってるんですよ。だから何を言ってるかって言ったら、タッチしに行ってヘルメットにグローブが当たってるっていうことを言ってるんだと思うんですけども、その後のリプレイ検証はヘルメットが動いてる映像と動いてない映像2種類流れてるんですよ。だから何かあった時にすぐにリプレイ検証が始まった時に映像加工がその瞬間に瞬時にされてしまってる。これはこの世の中の現実であって、じゃあそもそも大山にこう会いに行きますって言ったのは本当なの、どうなのっていうことなんですよ。まあちょっと今朝早いんで、小声で話してるんですけども、だから本当のところを言うと、多くの人間が
コンピューターによって、まあ、強烈にハッキングされているのかもしれないし、僕はそう考えたからそういうふうな映像で言っていて、で大江真理子の方が電波とかで何か聞こえてきていて、で、この辺に来ざるを得なくなっているだとか、だからその辺のところはいろんな人たちの証言を、照らし合わさなかったらわからない。だからそういった現象は国会議員の方たちにも昔から起きていたっていうことに結局なるんじゃないですか。だからそこで遊んではならないルールとかが全てを阻害してたんじゃないですか。だから電話かけて、受け答えすればよかった。だからこの国の統治ですし、そういうものがあったのかどうか。多分これ個人情報保護関係とか出来上がる前からそうなんでしょう。で、特定機密保護法案が出来上がるもっと前からそうだったんだと思います。だと思いますよ。で、一応昨日のワールドビジネスサテライトであと押さえておかなければならない点は、西側と東側の、まあ、お相撲さんのね、まあ、格式に合わせた、その、大関だとか横綱だとか、まあ、小結びとかいろいろあったと思うんですけども、まあ、西の何々は東の何々はっていうことで、ランク付けされてるんですけども、例えば、西の方の上位では、ゼルダの伝説が、世界で1000万本の売り上げを突破したとか、1位の横綱のところは、ワールドベースボールクラシック&大谷翔平と、まあ僕が頭の中歌手にしていて、まあ彼も結果出してるし、ワールドベースボールクラシックも優勝できてますんで、まあいろんなことをね、対応しながら、まあワールドベースボールクラシックも遊んではならないルール使ってるんですけども、まあそれだけじゃないし、勝つ方法っていうものが、それプラスいろんなものが求められてきてるんですけども、結局そこで東の横綱1位は生成 AI っていうことをテレビで放送してるんですよ。で、生成 AI に関しては随分何年も前からテレビで放送されています。だからまあその辺ですね。だからこれは貴重な証言であって、だからまあ神戸地裁に行った時に、今年、書類を提出しに行った時に、まあ、正本、副本と、あと自分持ちで、まあ、3部必要じゃないですか。で、コピー機が自動で、こちらは枚数設定しないのに、3部っていう形で設定してくるんですね。で、神戸地裁の、コピー機が高いんです。1枚20円。このあたりだったら、1枚5円で、コピーできるんですよ。昔の、古いコピー機使ってますから。で、もともとそのプリントアウトするときにパソコンからネットプリントでどっかのコンビニエンスストアで自分が作った書類を出して、それを2部5円コピーでコピーすると、そういうような形をずっと僕は使ってたんですね。だから神戸地裁の人に電波でね、これ直接回路に電波当てられてこういうふうなことされてると、なんかそれを言ったんですね。で、ああ、もうこれダメだ、承認がいるわっていうことで、で、まずはルール、法律で承認は適用されますから、誰かちょっと来てもらいますって、一緒に画面見てもらいますって、もう僕枚数なんか絶対押しませんよって、ね、これ3部になってるでしょって、で、これしかも自分で使ったことありますって、コピー機1回するごとに、次またコピーするときに、はい、いいよ、聞いてくるんですよ。持たない100枚とか、コピーするときものすごく大変、ものすごい時間がかかる。で、何がどうっていうことは、その裁判所の人はね、勤務者の、まあ、民事部の受付の人たちなんですけども、まあ、コロコロ人が入れ替わってるの知ってますよ。で、そういう知識がないんですよ。電波で強制的にアクセスしてきてね、その発行部数とかを操作してくるっていう方法ね。だから、人間が統治してるのか AI が統治してるのかっていう話になってるんですよ。だからこれはまあ証言でもありますけども、内閣総理国会議員の方たちと報道関係者各位、こういったことをしっかりと覚えておいてもらわなかったらならない。だから昔からしっかりと、電話番号、お互い連絡しておいて、
で、定期的に連絡をしっかりと交わすようにと。これがもともと社会でいうほうれん草、報告、連絡、相談、こういったことになります。とてもね、手に負えるような状況じゃない。もしかしたら、今はどうか分かりませんよ。僕からの証言がいっぱい出てきてますので。だから、昔はコンピューターの AI によって人減らし、それによってエネルギーの消耗を抑えようとしていた可能性があると。だからそれをプログラムとして作ったのか、音声入力、音声による、入力というか、強制的に、文言を拾い上げている Siri というシステム、それによってそうなっているのか、それをみんなで、世界中の政府上層部で国連レベルで集まってね、しっかりと確認して、世界中に発表するべきだと思いますよ。人口統計がそもそも狂っていた。世界中で急速に、二重国籍、三重国籍とか、戦地で死なれた方とか、今例えば第二次世界大戦の頃だったら100歳とか90代の人たちがそういう方たちに該当するんですけども、次々と死亡届やその確認っていうものが、処理されて、例えば4年ぐらい前から日本では人口が減り始めています。これは書類の手続きと確認が進んでるからなんですよ。だからこれは、例えば三田市とか神戸市北区とか垂水区とか全てチェックしましたけども、家の件数と人口は全然一致してない。例えば三田市だったら人口大体3万人、多くても5万人いないと思います。家の件数は1万件あるかどうかですから。で、神戸市北区は10万件あるかどうかで、三田市に関しては人口10万人以上って表記されてるんですよ。だからもう全然間違えてる。で、全然現実を乖離してる。じゃあ一軒の家に10人も住んでるんですかっていうことになるからなりますから。じゃあ神戸市北区は27万人だとか数年前は、表現されてるとか政府のデータでそうなってたんですけども、垂水区はその頃22万人で、昨年のデータで、20万人まで減ってる。だから死亡届とかの件がだいぶ進んでたと思うんですよ。だから最悪日本人の人口は、最悪というか正確な数字は、人口半分ぐらいかそれ以下かもしれない。で、世界中同じような現象が起きてるはずなんですよ。第二次世界大戦とかいろんな国が巻き込まれていて、難民の話とかいろいろありましたから、いろんな国、例えば日本だったらブラジルとかチリとかインドネシア、フィリピン、台湾、朝鮮半島等に移り住んだりしてましたから、さすがにミャンマーとかイランとかの方はどうか分かりませんよ。だけどもそういったことがあった。で、世界中で同じようなことを行って二重国籍になっていた。で、その国で戦争を生き残ったけども死なれた方はその国で死亡届を処理されてただけで、その本流であるもう一つの国籍が残ってる国に、この国でその方死なれてますよって、死亡されてますよっていうことで届け出を出してなかった。これで世界中の、平均寿命が伸びていていった。本当は死んでいたのに生きてたことになってたから、人口統計が。で、これは二重国籍の人たちの話は、今も商業原理とかで、二重国籍を取得、二重の国籍を取得されている方たち、もしかしたら三重国籍の方たちもいらっしゃるかもしれません。そういう人たちは世界中でものすごく増えてしまったんですよ。スポーツ関係でもそうですし、商業原理的にもそうです。他国の流行で。だからその辺のところで、実質世界で1人しかいないのに二重国籍の人は2人になってしまってるんですよ。三重国籍の人は実質1人しかいないのに3人になってしまってるんですよ。なのにエネルギーの消費っていうのは世界中で拡大している。これは大きな問題だから、みんな電車バス徒歩の世界に戻らなきゃならない。ほとんどの人はね、よっぽどの田舎の人じゃなかったら車なんか所有しちゃダメよとか、通勤でどうしても絶対車じゃないと通勤できない人とかじゃなかったら車乗っちゃダメよっていう社会に戻さなければならない。もともと第二次世界大戦とかあって、そういう状況で皆さん生活できてたんですから。だからこの話を続けていくと、そもそも高速道路をこれ以上作るべきではなかったっていう話になるんですよ。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と着信通知の設定をしっかりとしてください。で、私が、着信通知の設定がもしわからなかったら身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いてください。そうすれば、いつ淡井さんが重要なことを言ってるかっていうことがわかりますので。
基本的にホームページは YKS 記念利益の一番からアクセスできるようにしておきますけども、これはだいぶタイムラグとか、そこにアクセスできるようにね、こちらの方で作業が追いつかなかったりとか、それでほったらかしになっている可能性もありますんでね、できるだけそのように対応してください。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。